YS1201L ですね。トップが、スプルース、スプルースってもあのシトカスプルースじゃなくてイングルマンスプルース。バックが、ローズウッド。ローズウッドと言ってもインディアンローズウッドですね。短パン。トップが、短パンのイングルマンスプルース。サイドバックが、インディアンローズウッド。でここが、バーズアイメイプルになってますね。ピックガードとあとヘッドがバーズアイメイプルで、おしゃれですよね。これプラスチックじゃなくて木を本当に切って、磨いて、木目を出してます。模様じゃないです、ペイントじゃないです。はい、まずはマホロバの前奏からちょっと A メロぐらいのところだけを弾いてみますね。リバーブも何もかけてないですね。コンプレッサーもかけてない状態です。機器の IO インターフェースの関係でもしかしたらこう上の方でかい音が、リミッターかかっちゃってるかもしれないですけども、今エフェクト何もかけてないですね。で、サイズが LO サイズなんで、ドレッドノードよりは音量は小さいですけれども、もう買ってこれ10年ぐらい経つんで、だいぶこう音が、良くなってきた気がしますね。最初はね、買ってすぐからもう5年以上はですね、なんか低音があんまり出なかった気がするんだけど、ね、最近なんか出るようになってますね。で今低音中心で弾きましたんで、今度高音中心でいってみます。
今ピックで弾いたんですけれども、まあバランスはいいと思います。で、高音もしっかり出るし、あの倍音構成もローズウッドなだけに、あの低音弾いても高音の倍音がきちんと出てるし、高音弾けば当然ちゃんとなるし、で、まあ、その辺があの中音が出てないんじゃなくて、こう低音と高音が出る感じ、あの出るんで、中音の音がですね、あのあんまりこう低音高音に比べると中音が出てない感があるっていうね。でちょっとアルペジオを弾いてみますね。次は1本ずつ弾いてみますね。次はですね、YF トリプル O のカスタムバージョンですね。このヘッドが、マーチンヘッドの形を残して、矢入の、引き体のロゴとエンゼルマーク、エンジェルマークと伝え入り、伝え入りエンジェルマークですね。というのと、指板は、エボニー。ですけれども、そんなに黒黒してない。さっきの、YS1201L は本当真っ黒の新品なんで、新品じゃねえな、もう10年前なんだけど、この間フレット交換してもらった時に磨いてもらってるんで、あのバフですごいピッカピカになってます。でこっちはちょっと画像良くないから分かんないかもしれないけど、真っ黒じゃなくてね、やっぱちょっと茶色みがかってるんですけど、まあそれはそれで逆に渋いかなというのと、あとここですね、あの12フレットのところに印泥、雷鳥印泥ですね。でこれ伊藤さんデザインで、あと11フレットのところに月三日月がある。だポジションマークはないですけれども、ここの12フレットのところでにこう綺麗に出てるというところですね。でここにはもうドットのポジションマークあるんで、弾くのには問題ない。で形はトリプルオーサイズなんですけれども、カッターウェイ、フローレンタインカッターウェイにしてるんで、尖ったカッターウェイってあんまり使うね、売ってないですね。レギュラーの製品紹介に載ってるやつでいくと YS のタイプしか、フローレンタイン載ってなくて、他乗ってるカッターウェイモデルは全部丸のベネチアンカッターウェイっていう丸い、ここが丸くなってるカッターウェイがカタログには載ってますけれども、でフローレンタインもあのカスタムオーダーするとですね、これやってくれますけれども、これ3万いくらするんで高いですこれ。はい、でトップは、短パンだけどスプルース、
さっきのイングルマンスプルースと違って多分これシトカスプルースだと思います。特にこれ注文時に指定しなかったんで、まあ綺麗な木目にはしてもらってますけれども、高いモデル木じゃないですね。普通 のスプルースだから基本シトカスプルースだと思います。でサイドバックは実はこれトリプロ28をベースにお願いしたんですけども、サイドバックをですねマホガニーにしてるということで、高い、YS の、マホガニーモデルってホンジュラスマホガニーとかっていうちょっと、なんとかマホガニーってつくとですねとにかく高くなるんですけども、これはマホガニーということしか注文してないで、なんとかっていうのはつかないはずですけども、綺麗ですよね。木目は本当綺麗です。綺麗なのを選んでもらいました。でこれがですねちょっと変な話かもしれないけど、これカラー例えばブラックとか、特にブラックとかですよね。で濃い色を指定すると木目はあんま見えなくなるんで、多分木目があんまり綺麗じゃないやつを選ばれるはずなんですよ。それしょうがないと思うんですけども、でこれはもともともナチュラルカラーにしてくれってことなんで、木目が変に目立たないようなものを表も裏も選んでもらったということになります。はい、感想としてはなんかなぜかトリプル O の方がボディってちょっとちっちゃいはずなのに、やっぱ音量が大きく聞こえますよね。でこれ作ってもらった0年初年度なんで、それと10年前に作ったものと比べてもちょっと違うとは思うんですけれども、なぜか、このマイクの今コンデンサマイク1本で撮ってますけれども、これの、これで拾った音を今ヘッドホンで切れますけども、ボリュームはこっちの方が YF の方が出てる気がしますよね。あとはバランスとしてはこれ低音がしっかり出てるんだけど、この中音あたりこの辺4、3弦ぐらいのところの音がもうこの YS の方に比べるとローズウッドに比べるとなんか出てて、1弦2弦の音があんま逆に目立たない。単音でいくとしっかり倍音も出てるんだけど、ローズウッドに比べるとその倍音の構成の、高音の成分がやっぱちょっと少ないかな。あんま変わんねえかな。これだけ聞いてるとそんなことないんだけど、やっぱねローズウッドと比べるとこれなんかやっぱこもった感じに聞こえる、悪く言うと。優しい感じですね。はい、なんで指弾きすると1、2弦の音がやっぱりこうバランスとしては小さいかなという気がしますね。それに対してわざと強く弾いてるわけじゃないんだけど、やっぱ1、2弦の音が他の弦の音に負けてないっていう気がしますね。なんで
よく、まあ、よくっていうかね、この間誰かが言ってたのが、やっぱこのローズウッドは低音と高音が、しっかり出てるので、男性ボーカルの弾き語りには、合ってます。で、男性ボーカルって結局、まあ、このドレミファソラシド、ドレミファソラシドレミ、まあ、高くてソぐらいですね。まあ、この辺、この2弦3弦4弦あたりの音程をこうで普通歌ってるのが男性ボーカルなんですけども、なんで、ローズウッドが合うんですけども、片やこのマホガニーにすると逆に1、2弦の音が強調されないんで女性ボーカルに合うと。で、女性ボーカルってこのね、 3弦2弦1弦、このぐらいですね。このぐらいの音程で歌うんで、そうするとこの1、2弦のこの辺の、この辺の、音域が、ギターからいっぱい出てないんで、ボーカルが目立つというふうに言われてます。ということで、弾き語りじゃなくてソロギターがどっちがいいかなって話でいくと、まあ、この例えば、だと、やっぱ1弦2弦3弦のあたりが結構出てくるんで、まあどっちもどっちかなって感じですよね。で、これはイルカの音域なんで、イルカもですね、女性にしてはちょっと低めで、ショーヤンだとこれをもっと下げるはずなんですけども、あとはね、このイチゴ拍手をもう一度ってまさしくこう、もう2弦3弦4弦下手すら5弦までいきますよね、が中心で、まあさすがにサビに行くとこう1弦に行くんだけど、多分合いますね、これにね。はい、ということで、まあ、ギターをね2本も3本も持ってくってできないんで、弾き語りとソロを一緒に一緒に使うを、両方ともやろうとした時にどっち持ってくるのって言うと、もうその日の気分になるような気がするんだけど、あとは、まあ、ギターの調子とかね、まあ、特に 1S の方って季節によってネックの反りが結構激しいんですよ。なんかすごい調子いいなと思ってて、しばらく、まあ、弾いてるんだ、毎日じゃないけども週 2,3 回は弾いてんだけど、なんかいつの間にか、あれなんか音が詰まってるとかって言うと、冬場になるとやっぱ乾燥するんで、ネックが逆反り気味になってると音が詰まったりとか、逆に夏場は結構なんか、あれなんかこんなに弦高上がってるよとかねっていう感じになるんで、やっぱこう久々になんかあれ持ってこうと思った時にあれ音詰まってるとかって、まあ、調整すりゃいいんですけども、もう急いでる時なんか音がちゃんと出る方とかになるかもしれないですよね。あとピックアップが今これエレメンツしかついてないんで、今コンデンサーマイクで撮ってるから、このパーカッションの音出ますけども、パーカッションの音がをピックアップから出ないんで、これエレメンツだと、ピエソだとね。なんでその辺もどうしようかなって感じですね。でもね、最近思ったのが、ソロギターの時に、つっても大体マイクは用意するんで、ギターはこのエレメンツのそのサドル、サドルじゃない、サドル下のピエソで音取るんだけど、マイク、ボーカル用のマイクをまんま近づけちゃうとハウっちゃうんで、音拾うようにしとくと、このボディのアタックパーカッションの音が出るんで、なんかそれでいいかななんていうふうな、ちょっと思ってきたところもあります。やっぱね、耳に優
しいですよね、このマホガニーの方がね、あったかい感じです。で、でローズウッドの方は、今ちょっと、まあ、弦張り立てじゃないっていうのもあるんだけど、やっぱ聞いてると高音がキラキラしてて、その日の気分によるんだろうけど、ボリューム上げると耳が痛いみたいなね。前ね、全然低音が鳴らなかった時はね、ボリューム上げてもなんか高音の音しか聞こえないみたいなね、そんな感じの時期もあってですね、どうしようかなと思ってたんだけど、最近ちゃんと低音も出るじゃんってなってきてるんで、これもバランスは良くなってます。だからこの後このマホの方が、どういう風に音が変わっていくか、もしかしたら低音が出なくなるとかさ、高音がキンキンになるとかさ、そんなことはないと思うんだけど、そういうことがあったら面白いですよねっていう。でもやっぱ10年ぐらい経たないと分かんないんだねと思って、あとはこっちはね、結構ね、YS の方は買ってすぐもうね膨らんでたんですよ、ここが。で、結構ね変な形で、特定のこの辺がボコってこう膨らんでる感じ、ブレーシングの関係もあるんだろうけど、あとはこのソロギター用に設定して売ってるモデルだったんで、YS の方はカッターウェイにしたりとかね、とネック細くしたりとか、ネック細くつか薄くしたりとかして、なんで結構多分ね、このトップ板をね、レスポンス良くするために多分薄く削ってたんだと思うんですよ、ここの厚さが。でそれに対してこれ、ま、この、マホちゃんもですね、注文するとき特に何も言わずにこの形だけをお願いしてるんで、そこまでですね薄く削ってないと思うんですよね。でも、まあ、このカッターウェイにするってことは、作ってる人は感づいてるとは思いますけども、俺ラインの、カスタムなんで、カスタムショップのカスタムじゃないから、ラインのカスタムだから、そこまでは注意してやってないと思うんで、普通の多分厚さだと思います。今ね、なんとなく、当然弦って引っ張る力があるんで、これが真っ平らの方がおかしいんですよ、買ってすぐとはいえ若干ちょっとこう膨らむのが当たり前なんで、全く膨らんでないとどんだけこれが厚くてブレーシングが太いんだって話になって、音が鳴らないんで、それなりにこう薄くしてるんで、当然こうちょっと膨らんでます。こう触ると分かるんだけど、だけど YS みたいにボコっていう膨らみにはなってないです、今のところね。ただこれがやっぱ年数経つとちょっとずつ膨らんでって、サドルが結局弦高くなってサドル削ることになるんですけど、今サドルこう多分見えると思うんだけど、かなり高い位置にサドルが、サドルが見えてるのが高さがですね高いと思うんですよ。だまだまだこれ全然大丈夫ですよ、削っていけばね、多少膨らんでも。でそれに対して YS の方は、やっぱ膨らんじゃってるってのも あるのと、もともとあんなに高くなかったと思うんですよ、売ってる時に。なん で多少削ったんでちょっと低いんですよ、これも結構、まあ、ギリギリではないとはいえ結構低く、もうサドルの高さがかなり低くなってる状態ですね。ここがちょっと膨らんでるっていうのもあるんですけど、ということなんで、これもう10年経ったんでこれ以上膨らむことはないとは思うんですけども、まだまあ1ミリ2ミリぐらいだったら、2ミリはないかな、2ミリはきついかもしれないけど、1ミリぐらいだったらなんとかなるかなと。あとはこれあんまりこう削りするとテンションかからなくなってずれちゃうんで、ここが特に一弦とかね、なんでそうすると今度ブリッジをこう削ったりしなきゃいけないなるんですけども、まあ、今のところもう10年でこの状態なんで、これでもうほぼほぼフィックスかなって気はしてます。やっぱね、何気なく弾くとこのバランス
に対して魔法をですね、で弾くとね、やっぱね、このやっぱ中域がふくよかな感じがしますよね。でこうが、あんまよくわかんないところで、ね、思ったより高音が出てないっていう。強めに弾いた時にちゃんと強くなる YS は、マホの方が、まあ、強く弾けば多少強く出るんだけど、やっぱね、思ったよほど出ないっていうね、っていう違いですね、うん、という違いが弾き比べると分かりますね。ということでこの辺にしておきましょう。はい。